こんにちは、つよぽんです。今日のつよぽんトピックは、今大流行中のインフルエンザということでお話を進めていきたいかなと思います。はい、まずね、僕は医療関係者でもないので、そうした専門的なお話は全くできませんが、いずれにしてもですね、今年1月に入ってから患者数が急増、駅のホームでの転落死亡事故もあったということで、中目黒の駅でね、ちょっとびっくりするような事故がありました。はい、今日本列島を震撼させているインフルエンザウイルスということで、お、怖い見出しですね。死者続出ということです。はい、23日には群馬県の老人ホームでインフルエンザ集団感染、5人死亡というようなこともニュースになっておりましたし、はい、先の中目黒ではショッキングな出来事、どうもですね、ふらつきながらホームから転落した出勤途中の37歳の女性がホームから転落してしまい、車両にはねられ死亡ということになったようです。目撃者の話によれば、列の先頭に並び電車を待っていた女性が咳込んでふらつきながらホームから転落したということです。はい、そうですね、インフルエンザで重症化すると昏睡状態、意識障害ということが言われております。何よりですね、インフルエンザにかかっている人が163万人超えということですから、日本人の人口1億3000万ぐらいとすると、100人に1人以上はかかってしまっているということのようです。また、このような天気が続けば増え続ける可能性は十分ある。つまり気温が低くて乾燥しているというような天気ということでしょうね。はい、怖いですね。重症化する危険性もということで、意識障害、気分力低下、思考力低下、またインフルエンザハラスメント、これインフルエンザで休んだ分休日に無給で出勤させられたとか、なんかそうした違法以外の何者でもないというようなこともニュースになっております。そこでですね、まずインフルエンザ、誰もがこれかかりたくはないとこですが、はい、インフルエンザになりやすい人、かからない人、これね、毎年かかる人もいれば、僕なんかは運がいいのか丈夫なのか、もう20年ぐらいかかってないので、そろそろかかるかもしれんなと思いつつ、ちょっと怖いですけどね。かかりにくい部類だとは思います。はい、あとそうですよね、インフルエンザといえば治療薬の開発競争もこれは盛り上がっているようですね。タミフルというね、薬がそろそろ
特許の期限はどうなのかなというところもあるのか、新たな新薬開発競争も熾烈を極めているということです。よくね、なんかそのインフルエンザ陰謀説みたいなのでワクチンもウイルスも作ってるの同じやつらじゃねえかっていうようなことを言ってる人もいますが、まあそんな考えてもわからないようなことは考えず、これはなんか医療関係者の人がわかりやすくその薬とウイルスのまあ戦いについて説明してくださってるんですけれども、どうも感染すると48時間で万から億単位に増殖するのがウイルスだと。これは事実でしょうね。それでいわゆる薬を飲むとウイルスをやっつけるではなく、この増殖を抑えるという働きをするようです。で、ウイルスをやっつけるのはその人の体の中にある免疫系がウイルスをやっつけるということですね。ですからこの万から億単位に増殖してしまった後に薬を飲んでも効果がないということですね。その48時間くらいでめちゃくちゃな数に増える前に薬の力で増殖を抑える。で、あとは自分の体の中の免疫でウイルスを倒すというのがその、まあ、ロジックということなのは間違いのないところだとは思います。はい。ただまあそうですね、日本人に限らず全員でワクチンを打ってですね、全員でインフルエンザにかかると、まあ儲かるように世の中どうもできてしまっているようです。で、なんかね、面白いデータを出してるところがあって、まあこの数字概算だとは思うんですけれども、ワクチンを全員が打たない場合にはワクチン接種の利益総額は、まあ、0円ということになりますよね。で、全員打たないと全員打たなかったら1300万人が、インフルにかかって、そのインフル診察による利益総額が650億円だよと。そうするとワクチン接種の利益は0円、そして診察による利益総額の650億円が、収益となるわけです。はい。で、ワクチンを全員打った場合には感染する人は1300万人の、まあ、50% の抑制力下にあったと試算して、実際には 30% ぐらいというふうには言われている記憶もあるんですけれども、まあ、いずれにしても650万人の人が感染する、全員を打ってね、つまりワクチンを全員打った場合にはワクチン接種の利益総額は2600億円と、そして診察による利益総額が325億円、合わせるとおおむね3000億円の利益総額になるというような試算をしているところがあって、つまり全員打たない
場合には、医療関係、その薬剤メーカーお医者さんの利益総額は650億円で、ワクチンを全員打った場合には3000億円の利益が上がるということですね。まあだからそうだな、あんまりこういう考え方って良くないのかもしれないですけれども、テレビとかって、まあ、ジェネリック保険、そうした医療関係のスポンサーが圧倒的に多いことを考えれば、ワクチン全員打った方がいいだろうなというところはありますよね。で、話を元に戻して、まあそうは言ってもよくね、そのワクチンは打った方がいいとか打った方がいいとか、もう陰謀説みたいなものもありますけれども、そうですね、もう免疫を高めて、なるべくインフルにかからないようにするしかないですよね。しっかり睡眠をとって、なるべく人混みに行かない、でかかってしまったらすぐにお医者さんに行って、ウイルスがブワーッと増殖する前に薬を飲み、あとは自分の体力でやっつける、かからなければそれに越したことはないというところしかないように思います。何のお役にも立たないつよぽんトピック、インフルエンザでございました。ご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバーイ。